はい、どうも、今回はこちら、またイタシャですが、青島のイタシャシリーズの何番、これ10番、海猫の鳴く頃にベルテックスチェイサーですね。まあ、ベルテックスの100チェーのキットに海猫のデカールが付いてるっていう感じですね。デカールはこんな感じで、実はですね、海猫のデカール自体はお客さんから前にいただいたことがあって使ったことはあるんですけど、海猫チェイサーを作るのは自分は初めてです。なのでね、ちょっとどんな感じになるかなって楽しみです。なんかアレンジしてね、いろいろ作ったの、デカールを。まあ、ボディは黒成形ですね。で、まあ、いつもの100チェのボディのまんまですね。まあ、ここからベルテックスのエアロパーツをつけてっていう感じになりますけどね。で、内装パーツ、この辺もね、全部基本的に黒成形ですね。だからシートとかも内装とかも全部黒ですし、てかオートマなのか、これ足回りのパーツですね。この辺もいつもと一緒なんですけど、ここでね、なんかね、切れてるんですよ。いつもだったらこっちにまたボワーってつくでしょ。それがないっていうね、ないっていうか、切り取られているような、ほら、こんな感じなんですよ、いつもだったら。ただこれ初めから開けた時からこうでした。シュリンク未開封のやつです、これ。なので、まあ、多分ね、このね、エアロパーツとかを入れるためだと思うんですけど、で、シャーシもいつもの。JZX 系シャーシですね。よいしょ。で、こういうふうですね。いつもの。100チェならいつもついてくる、あのパーツの。で、内装、やっぱオートマでしか作れないんだなっていう感じですね。だから後期のオートマしか作れない感じですね。よいしょ、ちょっと待って、エアロパーツの封を切ってみた。よいしょよいしょ。で、ハーフスポイラーの方はついていません。多分ここについてたと思うけど、今思い出せない。フルバンパータイプですね。でアイラインとかは、まあ、いつもの通りここについててっていうですね。よいしょ。ちょっと見づらいかな。まあ、これベルテックスの100チェ自体は前にもね、一回動画でやりましたけど、よいしょ。で、ローダウンパーツ、いつも今回は、まあ、きっと標準車高でいくか、ちょっと落とすか考え中です。で、クリアパーツですね。後期のテールランプです。後期のテールランプで、クリアパーツ、この辺。で、メッキのグリルとか、いつも。100手のね、いつものやつ。よいしょ。ホイールはモデル5ですね。だからキットは本当にベルテックスのキットのまんまに、海猫のデカールがついてるって感じですね。だからマフラーもこういうふうにね、横断マフラーのメッキパーツがついてます。まあ、またこれはメッキを落としてね、塗り直しますけどもね。タイヤはピレリの P0 ですね。P0 の2354018、いつものこの辺もいつものやつですね。よいしょ。で、とっても使えるメッキシート、これはね、何枚あってもね、ありがたいから。で、デカールですね。保護紙がついてないです。で、このイタシャキットのこのデカールはですね、シルクスクリーンじゃないです。なので結構透けます。で、ボディカラー明るい系にしちゃうと、もう思いっきり透けちゃいますし、で、まあ、今回は、まあ、ウミネコの原作のイメージで、六軒島の夜
イメージして、でまあこういうねゴールドなので、まあゴールドが映えるって言ったらやっぱ黒なので、まあボディカラーは黒でいこうかなと思ってます。おお、ベアトリーチェー、エンジュ、マリア、バトラー、ど忘れしちゃったど忘れしちゃった、ど忘れしちゃった、サバトリーチェサバトリーチェじゃなくて、なんだっけ、魔女なんすよ、あ、ワルギリア、ワルギリア、ダメね、覚えてないねという感じです。ちょっとどういう感じの仕様でいくか、オリジナルでいくか、説明書指示のあれでいくか、説明書のこんな感じでってやつでいくかはまだちょっと考え中です。ではね、始めていきたいと思います。やっぱりね、リアバンパーかなり広がってるので、こうやってね、止めて接着してます。片っぽ接着してから、もう片っぽも接着する。そんな感じにしてます。なんかこう、パキパキ割れますね。このステップのところも割れちゃったし、あと、ワイパーも割れて、まあまあ、一応接着し直しましたけど、あと舵取り部品の方も接着してっていう風にしてます。劣化かな？で、今回、19インチの極み引っ張りタイヤ付きのやつをまた付けようと思います。で、車高も下げます。なので、切ります。タミヤのこれなんだっけ、クラフトノコだっけ。もう100チェの100万もね、何台作ったかわかんないから、どこをどうすればいいかはもう慣れたもんっすよ。よいしょ。で、こうプチ、こうね、プチプチ、あとでまたデザインナイフでね、形を整えます。フロントはこの外側のね、実写でいうとアッパーアームのモールドがここにあるんですけど、この穴のちょっと手前、ちょっと外側、こう切ります。で、一回ここで、で、ここに刃を入れます。こうストラットタワーに当たる部分ですね。この部分を切ります。かかるな、歯変えなあかんか、これかなり使ってるから、スニッパーペースより。で、次はこの、ここね、ここに歯を入れます。で、これぐらいね、入れて、この向きにニッパーを入れて、ちょっとずつ切ります。いっぺんに切ると割れます。で、これぐらいまで切ったら、イメージはあの極みシャーシの切り方、切り込みの入れ方
桁とかあればね、もっと綺麗にできるんだけど。で、フロント側はここに入れます。こういう風に。あー、ちょっと待ってよ。あー、でもベルトで大きくなっちゃったら見えないからいいか。かかるねー、あなた。はは、いや、なんと嫌なこと。こんなもんでいいかな。そしたらまたこうやってちょっとずつ切って、まあこんな感じにねします。これを反対側もやってね、まあ車高としても干渉しないようにっていう感じですね。まあ左右そんなぴったりする必要はないかなと思います。そもそもこのおっさん、あの左右ぴったりできないですしね。という感じで反対側も加工します。デカール貼りを進めてます。これはまあ初期の板車キットということで、初期っていうほど初期でもないのか、10番目だからね。あのシルクスクリーンじゃないです。でも個人的にはね、あのシルクスクリーンよりもこっちのデカール貼りの方がやりやすいかなっていうふうに思います。切れちゃってるけどね、黒だからあんまり光があれかな、切れちゃってますけど。でこのデカールに関してはマークセッターと、これがマークフィットのスーパーハード、これがあればね十分貼れます。でプラスまあ自分はこのねアクリル溶剤も使ったりしてます。今ちょっとね水に浮かしてるんですけど、今回ねまあボディカラーはアルティメットブラックで、このねウィンドウモールのところだけ先に塗って、でこっちのね前後のウィンドウモール、こっちはですね、あのジャーマングレーを使ってます。ここをまあ例えばセミグロスブラックで塗っても、これからクリアをバン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 吹いていくわけですよね。でクリアをバン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 吹いてったら、黒セミグロスブラックでも黒黒になっちゃうわけですよ結局ね。だからあのあえてね違いが分かるようにジャーマングレーを塗っています。ただここのね真ん中のこの部分に関してはね、このピラーが黒だしっていうことでも黒のまんまっていう感じですね。もうちょっとで貼れるようになる。動く。よいしょ。よいしょ。で、まあこれからね、実際ね、ちょっとね、1枚貼りましょう。で、ウィンドウパーツはね、こうやってまた、マスキングテープで1回留めてます。で、これからね、また、横のね、これからエンジェを貼ります。で、このデカールなんですけど、金色のデカールは、金色とかシルバーのデカールとかっていうのは切れやすいです。あとね、薄い。なんでか知らないですけど、薄いデカールなんですけど、もともと薄いデカールなんだけど、さらに薄い。だからやっぱり切れちゃう。うまく貼る人は問題なく貼れますけどね。よいしょ。で、まずはこうやってバーってマークセッターを塗ります。塗ってから、よいしょ、エンジェをピャッで位置を合わせます。でポンポンと軽くね軽く叩いておいて、でまたちょっと置きます。その間に別のデカールも貼っておきましょう。ちっこいやつね、もうかぶさるところがないから、ないっていうやつはねもう先に貼っちゃってもいいと思います。よいしょ。これね下がね白だとね透けます。白とか、まあ、明るい色だとね、前にも前に別のキットのねデカールで言いましたけど、で今ここにね先にもうちっこいデカールはもうこの時点でマークフィットを上から塗ります。
このデカールに関してはあのマークフィット染みてくれます。ちゃんと染みてくれるんで大丈夫。あれシルクスクリーンは透けません。あ、透けませんっていうか染み込みません。だからこの間ラッカー溶剤使ったでしょ。ラッカー溶剤ぐらいじゃないとねもう染みないっす。ちょっとやってからマークヒットスーパーハードをまた塗っておいて置いときます。この状態でまあちょっとこの辺シュワシュワーっとしてきてるの見えます。この余白の部分というかシュワシュワーっとしてきたらスーパーハードをまた全体的に塗ります。薄いんで持ち上げてとかっていうのはちょっと逆に切れちゃったりすることがあるので自分はしません。でこのスーパーハードの、まあ、この毛先の部分でここをね軽くね撫でてあげる。で要はこう力を加えてあげる。指とか綿棒じゃなくて力を加える。この筆先でね力を加えてあげる。そしたら水含ませてる綿棒で軽く撫でます。軽くねもうちょんちょんちょんとこう軽く押さえてあげて。でそしたら水がついてない方で吸い取ってきます。気をつけないといけないのは水がついてないので、でここにコロコロさせながら含ませていくんですね。マークフィットを。マークフィットをコロコロさせて吸い込ませます。吸い込ませることによってこう何ひっつかないようにする。だからこう結構綿棒はねめっちゃ使えますね。なんか嫌な音したな。やばいかな。でなるべくこの時にできる限りねこのシワシワを伸ばしてあげる。このシワシワってなってるところ、このね綿棒の毛がつくのもねちょっとあれなんだけど、でこういう風にしておいてから他のデカールを貼っていきます。それはまた後で理由を説明します。じゃあさっきね置いてた理由を説明しましょう。あれからねまあまたちょっと時間経ってちょっとシワシワってなってね、エンジェの顔の真ん中に縦線が入っちゃった。ワルギリアの方は今入ってません。でもこれからですね結局シワを寄せます。今ここの顔のところでね、顔ってこの下のところ今首ちょんぱ状態です。言い方は悪いけど、でも海猫首ちょんぱあるからな。よいしょ。この状態で一回ウィンドウパーツを取ります。リアウィンドウはね、マリアを貼るから。何言ってるか分かんない？猫を見よう。よいしょ。でそしたら、一回この状態で外します。この時にね、デカールが綺麗に剥がれないと、ウィーってなっちゃいますけど。まあ、この状態で一回置いといて、でちなみにね、このね、ボンネットのベアトリーチェのとこ、説明書の見本と同じように、このボンネットのところで切ろうと思ってるので、貼り付いてしまわないようにマスキングテープを貼った上からベアトリーチェを貼り始めてます。でこの状態でアクリル溶剤を塗ります。で多分ねこれね定着しきってないと思うな。こうやって全体的に塗ります。ちょっと置きます。
でこの時にしっかり定着してないとデカールがね浮いてきます。浮いてきてね、ここら辺とかもうシワより始めてますね。見えるかな、この辺で、これを今からさっきのね綿棒で軽くねくる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 とシワが寄ってるところをメインに殺していきます。あ、ここはもうクラック入っちゃってるな。ここの髪の毛のここ分かりづらいかもしれないですけど、ここちょっと待って、この辺だったら分かるかな。クラック入ってるの見えます？これはもうクリアの層でごまかすしかない。印刷されてるところと印刷されてないところでね、どうしてもね伸び方が違ったりとかするんですよね。ってなるとこうなっちゃう。反対側の悪切りはもうやっちゃいましょう。多分悪切りはこの辺シワシワシワってなると思います。この辺定着してないです。あまり塗りすぎても良くないんですけどね。ほらシワ寄り始めた。見えてるかな、この辺もシワ寄ってますよね。これをコロ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 早く、ね、素早くやらないとこのシワが寄った状態で乾いちゃうとさっきのクラックみたいなねあれになっちゃうんで。でこれで定着させた状態になるということですね。これを2回か3回ぐらいやります、自分は2回か3回やります。でこれでまずは乾くのを待つっていう感じですね。でウィンドウパーツの方ですけども、ここもねちゃんとね忘れないように、エンジン顔しわ寄っちゃってるから。でこの時にね定着がしっかりしてないと顔の位置とね胴体の位置がずれちゃうんですよね。だからデカールがずれてしまわないように気をつけて。でなんで2回3回やるかっていうと、これで1回で定着してくれればいいんですけど、まず定着しきらんですね。なので念のためっていうことで2回3回やります。よし、こんな感じでね。でこのボンネットのベアテトリ位置を今どうしようかなと思ってて、この スカートの部分がねまあ分かってたことなんだけど、なかなかね馴染んでくれないので、裏側からも塗ってね、ここはだからここまで大きいと、このベアトリーチェぐらいの大きさだと1回でこの1回こう何あの全体にもうアクリル溶剤塗っちゃうと全ての場所をなじませる間に乾いちゃってシワが寄って終わっちゃうんで、まあ半分ぐらいずつやってあげるといいかなと思います。一度にやらない。
本当だったらこう4分の1ぐらいずつやってもよかったかな。あ、ここが夜か。ちょっとこのボンネットの先端しわ寄ったな俺。あ、切れた。落ち着いて戻す。じゃあまたちょっとね、一度では多分いかないので、また置いて乾かしてからもう一回また塗ってコロコロして、まあ、シワ寄らせてコロコロしてっていうことをまたやりますっていう風にね、地道に何回も何回もやっていきます。じゃないとこの辺は貼れないです。完成ちょっと手前まで来てます。内装はね、今回はこんな感じで、ちょっとフェルトの面積少なすぎたなで、下回りはね、こういう感じで、まあ今回は全塗じゃなくて普通に黒の100チェにこうステッカーを貼ったみたいなイメージで作っています。で、まあ車高とかに関してはね、まあ過去に動画とかでやってたりするので、まあ割愛しますけども、まあこれからね、またボディとシャーシが合体させてからいろいろ組み立てていく感じですね。今回はこれ、まあ、薄いデカールだったので、中研ぎはしてません。けど、まあ、まあ、多少ね、ちょっと段差とか残ってたりとかしてますけど、まあ、これぐらいならって感じですかね。で、ヘッドライトは、まあ、黒の、一回こう全部クリア拭いて終わった後にマスキングして黒さ拭いて、その上から筆塗りでシルバーを塗ってっていう感じですね。で、テールランプもね、過去にあの動画でこれもやってますけども、あれこれ、ああもうしっかりくっついてない。過去に動画でやってますけども、クリスタルテールっぽくなるようにしています。もりもり。だから裏側にね、こうやって青島のメキシートを貼ってっていう感じですね。よいしょ。なんかくっつき悪いな。なんでだ。ちょっと研ぎ出しが甘いところはありますが、まあ、今回はこんな感じです。で、まあ、基本的にはあのこれイラストレーターさん誰だっけ、鈴代くるみ氏書き下ろしの華麗なイラスト、こっちの方をね使いました。あのオリジナルの方ではなくてっていう感じですけども、まあ、今回はだからこの海猫仕様をしっかりとこの何この海猫チェイサーを作ったことがなかったので、海猫のデカールだけでね、あの他の仕様を作ったりってことはありましたけども、まあとりあえずちょっとどんな感じになるのかなっていうことでやってみました。はい、ちょっと顔がちょっとずれちゃってますけどもね、うん、まあこんなもんじゃない。エンジェットとね、切れ目がもうはっきり分かっちゃってますけど、まああとはね、うわーもうなんでくっつかないのお前、またね、完成まで持っていきたいと思います。ウミネコのナッコロに JZX100 チェイサーツアラー V 後期型完成でーす。今回ホイールは、前にも使ったね、CV01 じゃない、グノーシスの、ワークグノーシス CV203、これを使いました。で、よいしょ。
で、まあ、車高はね、まあ、いつものようにちょっと調整して、ちょい下げの、キャンバー強めにつけの、っていう感じですね。で、あとは、まあ、キットのまんまっていう感じですけども。まあ、デカール張りとかもね、ようやくっていうか、この薄いデカールの方はね、前々からある程度、ああ、こんな感じかなっていうふうに思ってますけど、まだまだちょっと詰めれるところはあるかなっていうのと、まあ、段差消しがね、やっぱり綺麗に全部いけないっていうところをなんとかしなきゃな、なんてことも思ったりはしています。まあ、マフラーはちょいちょい合わせ目が、まあ、完全に消えてはないけど、まあ、消して、まあ、メッキもね、そのままじゃなくて塗り直してっていうふうにしています。まあ、ちょこっとだけね、説明書の、デカール張りのね、まあ一例みたいな感じのやつと変えていますね。まあ、例えばこのマリアの位置とかね、マリアの位置を説明書だと、の一例だとこっち側にあって、で、このマリアの紋章というかあれをこっちの右側の方に貼るような感じですけど、それだとなんかちょっとバランスがなっていうふうに思ったので、まあそれを変えて、で、あと、それぞれのショーのタイトルがですね、あるんですよね。これ、レジェンド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチと、なんだっけ、バンケット・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチと、アライアンス・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチと、あとなんだっけ、ターン・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチか。この4つをですね、まあ説明書のあれだと、このゴールデン、レジェンド・オブ・ゴールデン・ウィッチだけを貼るような感じですけども、それぞれをね、まあ、普通の、なんて言ったらいいかな、まあそういうスポンサーじゃないけど、パーツのね、デカールじゃない、ステッカーを貼るような感じで、ちょっとね、変えてね。で、アライアンス、まあ同盟とかっていう意味ですから、まあ魔女同盟、黄金の魔女同盟ですよね、簡単に言うと。だけで、それを、まあマリアのところに貼ってみたいなね。ちょっと、そういうね、ネタをね、ネタをこう、まあ多分伝わるか伝わらないかで言ったら多分伝わらないと思うんですけど、そういった感じのところは気をつけて貼っています。原作グラと鈴代くるみさんのまあそのグラフィック、まあイラストとっていう風なので、まあ今回はこうやってまあ作りましたけども、前にはね、そのデカールがあるからっつって、ベアトリーチェ仕様、まあ、このボンネットのね、魔女ね、黄金の魔女。ベアトリーチェ仕様とかっていうのしましたけど、エンジェ仕様は作れるけど、ワルギリア仕様は作れないかな。まあ、ボンネットに何も貼らずに、そのワルギリアを貼らずにっていうんだったら、ワルギリア仕様も作れるかなっていうふうに思いますけど、エンジェはね、多分ね、いけると思う。いけなかった。いけなくはないけどっていう感じかな。多分、まあ、まあベアトリーチェ主人公ですからね、まあ、ベアトリーチェベアト仕様だったらまあ作れるとは思いますけどね。まあとりあえずはまあこんな感じでね、ウミネコチェイサーもようやく作ることができました。前からね、このウミネコのナポロニっていうのをそのまあ配信の方で見てですけども、ああこんないい話だったんだっつってで思って、でこれの存在を知ってたので、手に入れる機会があったらちょっと作ってみたいなと思ったんですけど、ようやく、作ることができましたので個人的には満足です。はい、というわけでですね、今回は大島のイタシャシリーズウミネコの鳴く頃に、ベルテックス JZX100 チェイサーツアラー V 後期型でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。